キャッチ・ザ・ウェーブの皆さん、えー、おはようございます。えー、今日はですね、えー、こちらのサハラ砂漠から、えー、中継しております。現在気温,気温が45度ぐらいです。はい、えー、っとですね。では、早速ですが、いつもと同じように、えー、画面をシェアして、僕からの、えー、説明をしたいと思います。はい、すみません、こちらですね。はい。えー、っと、いつもはですね、この画面でそのカメラの えー、アイコンとかマイクのアイコンの意味を説明したりしますが今日はもう4回目なので、えー、省略します、えー、さて今までですね、えー、授業の目標となる、えー、CDS を作ってそしてバックワードデザインの考えに基づいてまずは評価の、えー、方法を考えてきました、えー、そこでですね今回はその、えー、テストに合格するためにはどんな授業をすればいいかということを考えてみたいと思います えー、それでは、えー、今日の目標です。もう皆さんあの、えー、テスト評価を作ってもらいましたからそれに合格できるような授業を組み立てることができるそれが一番。二番目は第二言語習得の大きなポイントを二つ説明できる、えー、本当はですねこの二つが、えー、今日の目標だったんですが実は昨日ですねインターネットの質問箱というところで えー、行動中心アプローチの方が、文、えー、系シラバスよりいいというデータがあったら教えてほしいという質問がありましたので、まあ、これもですね、えー、確かにこういう行動中心アプローチの、えー、オンラインコースを受ける上では必要だなと思いまして、今日の3つ目の目標として、文、えー、系シラバスに対して行動中心アプローチの方が、えー、いいという、えー、科学的な根拠を説明できるというのを入れてみたいと思います。 ではあの早速、えー、最初のトピックです、えー。第二言語習得という分野は実はとても幅広い、えー、範囲を取り扱っているんですが、えー、その中で一番大切なことはたくさんのインプットと少しのアウトプットということです。実はですね僕がその30年前僕が大学生だった頃は、えーまあ、クラッシェンのそのインプット仮説に対して、えー あすみません。ちょっと次行っちゃいました、えー。インプット仮説に対してですねあの、メリル・スウェインという人が、いや、実はアウトプットの方が大事だという反論をして、それがすごく注目されていた頃だったんですね。で僕はそのアウトプット、大事なのはアウトプットというふうに習ってきて、えー、その後しばらくそういうふうに僕も実践してきたんですが、その後ですね、やっぱり、えー、インプットの方が大事だという研究結果がたくさん出てきて、今はやはり えーまあ、クラッシャンの言う通りインプットの量が大事だということが、えー、分かってきたわけですね。でなおですねここで言うインプットというのは、えー、その言語で読んだり聞いたりするということです。はいえーうん、ただし、えー、何でもいいから読んだり聞いたりすればいいというとそうではなくてやはり理解できるインプットが大事だと言われています。 またですね、少しのアウトプットも必要だと言われているんですが、これはですね、例えばリハーサルという頭の中だけで行われるアウトプットも含,含まれますので、えー、実際にアニメだけ見て、えー、アニメを大量に見て全くアウトプットしなくても、えー、あのいつの間にか日本語が自然に話せるようになっているという例もあるんですね。 えー、これは先週の評価の勉強にも関係するんですが、えー、第二言語第二言語習得では本物らしさということが、えー、重視されますですのでなるべくその行動が行われる場所で見るものを教材として利用できるようにしましょう文、えー、系シラバスの考え方ではですね,まだ,ねまだ習ってない言葉などを人工的に取り除いた教材が使われますが 行動中心アプローチでは、えー、限られた知識でも実際に行動ができるということが目標となりされますので、えー、実際の現場に近い状況の中からつまりですね、わからない言葉もたくさんあるというそういう状況の中から必要な情報を取り出す練習などが重要視されているんですねはい、えー、でこの第二言語習得について 本を一冊だけ読みたいという人がいたらですね、えー、白井康弘さんという、えー、っと、どこの大学だっけアメリカの、えーえー、っと東海岸の、すいません、名前を忘れちゃいました。えー、はい、すいません、名前出てきません。あのー、ピッツバーグか。ピッツバーグですよね。はい。えー、そこの、あのー、白井康弘先生の外国語学習に成功する人、しない人という本が一番おすすめです。これはですね、Kindle でも買えますので、 えー、海外に住んでいて、でも英語で読むのは嫌だなと思っている人にも、日本語で簡単に読むことができます。あと、これはいわゆる新書なんですよね。えー、一般向けに、えー、分かりやすく書かれた本ですので、えー、まあそうですね。特に日本語教育の経験とかなくても、普通に読めるんじゃないかと思います。ではですね、以下に、 えー、簡単にですね、この本からちょっといくつか引用してみたいと思います。これはですね、カリフォルニア州立大学のジェームス・アッシャーという人の研究なんですけど、えー、スペイン語を勉強する授業でですね、えー、ここに書いてあります通り、授業の70%は聞く活動、つまりほとんどが インプットなわけですねそして20%分が話す活動,すす活動で10%が読み書きに、えー、費やされるにもかかわらず、えー、聞く読む、えー、能力は伝統的なオーディオリンガル教授法で教えられた学生の3倍のスピードで、えー、習得され話す力聞くあ書く力も劣らないという結果が出ているということがそういう事例が紹介されています。 まあこれねあの、インプットに関しては、それは3倍のスピードっていうのは、まあ、実際に70%が聞く事業なんですから、えー、聞く活動なのですから、それはまあ、インプットの部分が3倍のスピードで習得されるっていうのは、それほど不思議じゃないかもしれませんが、だけど、話す力、書く力も実は劣らなかったというね、えー、そういう結果なわけです。はい。でもう一つ えっとですね、これは、えー、アメリカの国防省の言語研究所、えー、ベルリアン・ポストフスキーという人の研究なんですけど話すことを4週間遅らせた懲戒優先のグループ、えー、とそれと普通のグループを比べたらですね、最初から話す訓練を受けたグループを総合力で上回りまた、えー、訓練を遅らせた話す能力も勝っていました。 というこういういい結果が出ているんですねつまりですね、えー、たくさん話したり書いたりするよりもたくさん聞いたり、えー、たくさん読んだり聞いたりする,方する授業の方がいいということが分かってきたわけなんですただしですね、えー、ここでですねとてもよくある誤解を防,ぎ防ぐために、えー、申し上げたいんですけどインプットっていうのは先生が えー、細かく詳しく、えー、文法とか言葉の意味を説明するというわけではないんです。えー、つまり、えー、先生の説明ではなくてできるだけたくさんの目標言語つまり皆さんの場合は日本語の先生ですから皆さんの場合は日本語をなるべく聞かせるたくさん読ませるというそういうことが必要なんですね。先生が細かく えー、詳しく説明するということではありませんのでそこは間違えないようにしてください例えばですねその、えー、実際にその行動ができるかどうかが大切なわけですから、えー、他の CDS に書かれていない他の場面でどう使うかとかですねそういう説明はしてはいけません行動中心アプローチではねかつその第二言語習得の原理でもそうです説明はあくまでもその行動を支援するという目的から 外れないい。ようにしてくださいでは、いよいよ、えー、授業の例に入りたいと思います。はいえー、これはですね、えー、先週の動画でもご紹介したバイク用の地図を買うことができる、えー、という CDS をさらに4つの CDS に細かく分けたものです。それぞれについて見てみたいと思います。まず最初は、 え書店の中で地図を、えー、本屋ですね、本屋の中で地図を置いてある場所を見つけることができるという CDS です、えー、とちなみにですねテストの方法はこのように、えー、いくつかの言葉の中から地図という言葉を選べればいいわけですね、えー、目的は地図の売り場に行くことですから地図という言葉を漢字で書けなくても構いませんしもちろん 発音も、えー、必要はありませんし、これをひらがなで書く必要もありません。はい、これもよくある学習用の、えー、日本地図です <laughs>、えー。各地の名産などが可愛いイラストでか描かれています、えー。カナダではですね、ちょっと著作権の話ですが、カナダでは別にこういうぼかしを入れなくても、えー、無料のその教育目的の二次利用というのは、 できます。ちゃんと著作権法に書いてあるんですが、えー、このプレゼンテーションはクリエイティブコモンズにしているので一応念のため、えー、ぼかしを入れています。で教室の中ではもちろんカナダでも日本でも本物を見せればいいと思います。えー、さてこの地図です,です,ですが日本語学習者でしたらおそらくほとんどの人がこれが日本の地図であるということは認識できるんじゃないかと思います。 えー、例えば、英語を勉強している人がイギリスやアメリカの地図を見たら、えー、それと分かる。カナダの地図でも分かる人が多いと思いますね。カナダに興味がある人だったら。はい。で、その状況でですね、つまり、これが日本地図だということが分かる状況で、この地図の下に、下の部分にある、えー、日本地図、マップオブジャパンという部分に注目させればですね、この日本地図という漢字が マップ・オブジャパンという意味であることはすぐにわかるんじゃないかと思います。えー、先ほどちょっと出ましたクラッシェンという、えー、第二言語習得の世界では非常に有名な研究者がですね、まあ、このように明示的に説明しても言語習得には結びつかないという主張もしているんですけれども、今のところこの点は日本語教育の現場ではあまり支持されていません。といっても、えー、明示的に教えない あの、教えなければいけないというわけでもありません。大量のインプットで、えー、何度も見せるうちに自然に気がついてくれるというのが一番、えー、自然な言語習得ではないかと思いますで。大切なのは前にも申し上げましたが、たくさんインプットする、つまりたくさん見せる、たくさん聞かせるということですね。えー、学習者はもし日本という漢字をすでに知っていれば、この地図という漢字ももちろん意味がわかるんじゃないかと思います。 もし明示的に地図という言葉を説明しない場合は先ほどの日本地図とこの世界地図を比べて共通する部分を見つけてもらうそしてこれはどういう意味だと思いますかと聞いてみるということでもいいと思います。で地図という漢字を見つけ出すことができるようになったらこのような写真をたくさん見せて地図という漢字を指さしてもらいましょう。 たくさんのインプットが必要なのでたくさんの地図の表紙を見せて地図という漢字を指さしてもらいましょう、えー、ただしですね今回の CDS は書店で地図を買うことができるということですから、えー、新聞記事とか本の中からこの漢字を見つけるというような練習ではなくてですねなるべく本屋さんで売っている地図の表紙などを使うのがいいと思いますこれがレアリア とか本物らしさの問題ですね。はいえー、っとこれはその前にもご紹介したテストをもう一度あのお見せしているんですけど、まあ、今までご紹介してきたような練習を繰り返していくとですね、えー、こうしたテストでも問題なく正解できるようになるんじゃないかと思います。さてこれまでのえ注意点をえご紹介すると以下の3つになります。 えとちょっとすいません <laughs> マウスの電池がなくなってきちゃったみたいで、えー、とはいはい頑張りますはいまずですねできれば実物を使うあるいは実物を撮影した写真を使う画像を使うということですねそしてまあそれと同じことなんですけどまだ習ってない言葉がたくさんある中で何らかの行動をするには、えー、知っている 言葉だけではなくて知らない言葉の中から知っている言葉を見つけ出す能力というのが必要なんですね。でそのためにも必ずまだ習っていない言葉も入れるようにしてください。昔はですね、えー、まだ習っていない言葉を入れてはいけないという指導がたくさんされていたんですが、今はそうではなくて逆に知らない言葉をたくさん入れなければいけないというふうに言われています。しかしその上で、 必要がないことは教えないということも忘れてはいけません。ではですね、その必要がない、えー、知識というのはどういうものなんでしょうか。えー、例えばこういうものですね、えー。例えばですね、言語を出発点として考える文系シラバスとかではよくこういうテストを見かけます。しかしですね、1番とか3番のような言葉を本屋さんで実際に見,見かけることはほぼないですよね。ですから、 えー、行動中心アプローチでは、これらを見分ける能力を育てる必要はありません。で、そういう能力を育てる必要がない以上、テストに出す必要もないわけです。また、地図という言葉の発音もここでは教える必要はありません、えー。もし学習者に質問されたらもちろん教えてもいいとは思いますが、えー、目で見て地図の売り場を探すだけなら発音は必要ないので、教える必要はありません。 繰り返しますが、大切なのは CDS に書いてある行動を行うためにその、その知識が必要なのかどうかという考え方ですね。はい、ただしですね、もちろん CDS に本屋さんの店員さんに質問するとか、そういうことがあれば、もちろんこの、えー、地図という言葉の読み方は教えなければいけませんよね。これからですね、これは認知特性とか学習スタイルという話に関係してくるんですが、 どうしても耳で聞かないとその言葉が覚えられないという人もいるんですね。でそういう場合はもちろん地図という発音を教えるのはとても良いことです。えー、学習者が社交的で話すのが好きで,で漢字を読む練習よりも、えー、店員さんに直接聞いた方がいいという場合はもちろん、えー、ロールプレイなどでそのための練習をするのがいいと思います。 でロールプレイのような会話,のあの会話の授業の例は次の週のビデオでまたご紹介したいと思います。はいえー、では CDS の2番目です。えーっとですね、こ,この2番目の CDS は、ツーリングする地方の地図を見つけることができるですね。ここではですね、えー、東北地方に旅行する予定だとしてみましょう。 これも先週の、えー、試験テストの例ですけど、えー、こういう地図がたくさんある中で東北地方の地図を見つけることができればいいわけですで先ほどと同じようにこういうところにも、えー、まあこれは一つの例にすぎませんから、えー、明示的に教えてもいいんですけど、えー、明示的に教えない場合はこういうふうに日本語と英語がペアになっているものを用意してどれが 英語の東北にあたる漢字なのかを見つけてもらえばいい,んだい,いと思います。この後は先ほどと同じように東北の漢字をたくさん見せてこの指で指さしてもらいましょう、はいえー、ここにもありますねここには8個の東北という漢字がありますこれを一つ一つ全部、えー、手で触ってもらうと でここまではですね、全部英語の表記があるので、えー、分からない人はほとんどいないんじゃないかと思いますが、えー、ここからは英語の表記がありませんでももうすでに10回以上東北っていう漢字を見ているので英語がなくても見つけられるんではないかと思います、はい、見つけられなければ東北の漢字先ほどの漢字を見せながら同じ漢字はどこにありますかというふうに探してもらうことでもいいと思いますねこれも同じように指さしてもらいます はい、こ,この、えー、東北というのが左上にありますね。はい、これも同じように指さしてもらいます。で、これが先ほどのテストですね。えーまあ、これだけたくさん見れば、えー、こうしたいろいろな地図の中から東北地方の地図を見つけるのはそれほど難しくないんじゃないかと思います。はい、では、えー、っともう本当にマウスのクリックができなくなってきていますが。はい。 えー、地図の値段を知ることができる。これが CDS の3つ目ですね、はいで。これがテストでした、はいこのあの。値段を知ることができるかどうかを確かめるためのテストなわけですね。はいはい、で商品の,あの値段を知るというのは実はそれほど難しくないんですね。なぜなぜら大体、あの 値段は漢字ではなくて、ててアアラビ数数字字でででで書いいあるるわわけです。すヨーロッパとかでも使われている数字ですねで。その数字の後に円という漢字があればそれはだいたい価格であるというマーカーになるわけですねでこの場合ももちろん、えー、この漢字を円と読めるかどうかは教える必要はありません、まあ、好奇心の高い学習者なら質問してくることもありますからその場合はもちろん わわざわざ隠す必要はありませんけどでも読み方は評価されません読み方は試験に出ませんということは伝えておくといいと思います、えー、このようにいろいろな地図の表紙を見せてそれぞれの値段を聞いてみましょうもちろんその値段を日本語で言える必要もありません、えー、英語かフランス語でその値段を言ってもらうかあるいはこれが値段ですよというふうにこの表紙のところを 触ってもらうだけでも十分ですね。はい、えー、っと、はい、ここにも値段が下の方にあります。はい、ここも、えー、値段がありますね。これを指さしてもらうわけです。えー、ちょっとこれぼかしすぎていてよくわからないんですが、左上の方に六百八十円という、えー、値段が書いてあります。 で中にはです、ね、こういうふうに地図の,表紙,の、えー、表紙に多くの数字が書いてある地図もあるんですね。でこの中からどれが値段,だ値段なのかを、えー、見つけることができればもう大体い他の地図でもその地図がいくらかなのかを知ることができるんじゃないかと思います、はいえー、ここでも、えー、教え方の留意点、注意点をご紹介します。 先ほども申し上げましたけど、この部分の CDS は地図の値段を知ることができるですから書けるようになる必要はありませんし、発音できるようになる必要もありません。またキーボードで入力できるようになる必要もありませんし、似たような感じ、例えば円と門の区別ができるようになる必要もありません。なぜなら、えー、地図の表紙などに2500門、 ななどどとといいう表示がある可能性ははほとんどないからででです。す、はい。それでは今日の本日ののの本最後のトピック文、えー、系シラバスに対して、えー、行動中心アプローチの方がいいという理由として、えー、2つの教え方を比較すると、えー、実際に行動中心アプローチの方が、えー、口頭でのやり取り能力は高かったという調査結果ですね。これは琉球大学の真島先生山本先生という方が 書かれた研究論文です。実際には、えー、みんなの日本語という教科書と丸ごとという教科書の2つを比べてみたんですね。そうすると丸ごとでやった方が、えー、口頭でのやり取り能力は高かったという、えー、結果になっていますで。もちろん例えば文系練習どっちが文系練習上手にできますかとか言ったら、えー、みんなの日本語の方が文系練習は上手にできると思いますけどね。 しかし、コミュニケーション能力に関しては、丸ごとの方が高くなります。ただし、えーあのー、行動中心アプローチというのは、えー、必ずしも会話だけではないわけですよね。会話の必要がない、読み書きしかしない人には、会話は教えなくていいというのが行動中心アプローチですから、あくまでもこれは丸ごととみんなの日本語を比べたときの結果なわけです。はい、えー、それではここで。 来週までの課題について説明したいと思います。来週までの課題はありません。おめでとうございます。えー、というのは理由があってですね、今回は、えー、文字を読む CDS に関する、えー、授業の例をご紹介したんですけど、えー、皆さんいろいろな CDS を作ってくださっていて、えー、中にはですね、えー、会話しかないコースを、あのー、シラバスを作られた方もいらっしゃるんですね。でその場合、あのー、 でこれもすみません、繰り返しますが、CDS に書いてないということは、つまり行動しないわけですよね。行動しないのに、わざわざその授業、それを教える必要は全くない。それが行動中心アプローチですから、えー、あのそうですね、まあ、どうしようかな。えーまあ、その場合は、えー、読み書き、文字を教える授業を、えー、練習する必要は全くないわけです。まあ、ただし、えー こういう授業をやってみましたという今日僕がご紹介した、えーあのー、スライドのようなものを作りたい方はもう作ってくださってももちろん構いませんで作っていただいたら僕の方でコメントなり添削なりはしてみたいと思います。はい。で、えー、っとですね、まあ、あのー、来週までの課題はないんですけど、しかし、あのー、2週間後にですね、あのー 今度は会話の授業の例もご紹介しますから、その後では必ず、えー、授業の例の課題を出したいと思っています。で、その場合はもうすでに、えー、評価方法を作ってもらっていますから、というかまあ今作ってもらってるぐらいだと思いますけど、えー、少なくとも再来週の課題をご紹介する時点では、えー、評価方法はもうできているはずですから、えー、その中の CDS の中から、えー あ、すみません。ちょっとこれ間違ってますね。読んで判別するものの教え方じゃないです。いやえっと、読むものと会話のものの、えー、両方ですど。どちらでもいいです。読んで判別するものと、あと会話でもどちらでもいいので、その教え方を考えてもらいます。で、必ず以下の内容は入れていただきたいと思います。最初は今日の目標。今日の目標は CDS で、えー、書かれている必要があります。ただし、これは日本語でもいいです。あの、本当は、えー もし英語であの授業をする場合は CDS は英語で書いてもいいので、えー、とりあえず今回は日本語で書いても英語で書いても構いませんあと大量のインプットですねで、えー、つまり読むか、えー、聞くそういう部分が授業になければいけませんできれば実物の写真実物か実物の写真あるいは実際のウェブサイトそういうものを使ってくださいはいで少しのインプットも 入れてください。少しのインプットはロールプレイとかそういうものでも結構です。あ、すみません。少しのアウトプットでした。すみません。えー、番あ、C ですね。2番目の C のところは少しのアウトプット、えー、ロールプレイなどを入れてみてください。で、提出はスライドとか、えー、文章でやる、あの、してもらいたいと思います。で、文章の場合は、えー、先生が何をするのかではなくてですね、学習者が何をするかを書いてください。それをいつも通り Google Classroom に提出していただきます。 参考文献としては、えー、この動画でもご紹介しましたが白井先生の第二言語習得の本と,、えー、っとあすみませんちょっと今出すのを忘れていましたが、えー、同,じ同じく第二言語習得の本なんですけど日本の、えー、英語教育の分野で、えー、どのように応用されているかを書いた本もあります。えー、っとあとタスクベースの英語指導っていうのはこれも行動中心アプローチのことが詳しく書かれていますね。 えー、それでは、ズームでお会いしましょう。はい、えー、今日は、えー、サハラ砂漠からお送りしました。えっと、マウスが動かなくて、録画を止められません。はい、ではさようなら止まらない。<laughs>